皆さんこんにちは、ビール純度管理栄養士の堀です。本日は女性こそタンパク質を摂るべき3つの理由についてお話ししていこうかなと思います。最近ですね、タンパク質の摂取っていうところはいろんなモデルの方とか芸能人の方とかにも意識されてる方が多いので耳にする機会が増えたんじゃないかなと思います。じゃあなぜモデルさんとか芸能人の方がタンパク質と栄養素に注目しているのかというところを栄養士の目線でお話しできればなと思います。そもそもタンパク質って何なのかと言いますと、私たちの体を作るために必要な三大栄養素と呼ばれる大きな栄養素の括りの中の一つになっています。タンパク質は私たちの体 この目に見える部分の材料、お肌とか筋肉とか髪の毛とかそういった部分全ての材料ですし、あと目に見えない部分、ホルモンとか血液とかそういった部分も全てタンパク質ができています。なのでタンパク質は私たちの体を作る上でも欠かせないですし、生きていく上でも必ず必要になってくる栄養素になっています。こんな私たちが生きていく上で欠かせない栄養素であるタンパク質なんですが、どういった食べ物に多く含まれているのかなと言いますと、お肉とかお魚、卵とか豆製品、牛乳とかの乳製品などに多く含まれています。女性の方は意外と自分が必要な量のタンパク質が摂れていないことが多いです。なぜなのかと言いますと、タンパク質を多く含む食材、お肉とかお魚とか卵とか、そういったものを食べると太っちゃうよなっていうようなイメージで、あまり量取られてない方が多いんじゃないかなと思います。自分はそんなことないんですけど、美容とかダイエットを気にされてる方だと食事の量を減らしていることでタンパク質を多く含む食べ物を意外と取れていない方が多くて、必要な量のタンパク質を摂取しきれていないっていう女性の方が非常に多い傾向にあります。なんですけども、美容とかダイエットを意識されてる方こそタンパク質はしっかり取っていただきたい栄養素です。なぜそのタンパク質が女性こそ必要なのかという理由を3つの観点でお話しさせていただきたいなと思います。まず1つ目の理由なんですけども、タンパク質は私たちの体を作るための材料となる栄養素です。なので女性の方なら気にされてる方とかお悩みをお持ちの方おられると思うんですけども、美肌とか美しい髪の毛とか綺麗な爪とか、そういったところを作るのも全てタンパク質が必要になってきます。しっかり必要な量のタンパク質が取れていないと、綺麗な肌を作るとか綺麗な爪を作るとか、そういったところを後回しにして、生きていくことを維持するための方に優先的にタンパク質っていうのは使われてしまうので、必要な量をしっかり取っていないと綺麗なお肌作りとか綺麗な爪を作るっていうところにはアプローチができません。いくらいい化粧水とかいいトリートメントとかネイルをしっかりしていても、それを作る栄養素がなければ本末転倒なので、美容の面でもタンパク質ってのはとても重要な栄養素になっています。で、2つ目の理由なんですけども、貧血の予防というところでもタンパク質は役立ちます。女性には毎月そう生理がありますので、鉄が不足することでの貧血にお悩みの方多いんじゃないかなと思います。で、貧血というと鉄をしっかり取らないとっていうようなイメージがあるんじゃないかなと思うんですけども、実はタンパク質っていうのもとっても深く関わっています。タンパク質が不足してしまうと、血に乗せて酸素を運ぶために必要なヘモグロビンという物質の合成ができなくなってしまうので、体に酸素が行き渡らずに酸欠のような状態になってしまいます。なのでちょっと目の前がフラフラしたりとか、すぐ疲れやすくなってしまったりだとか、そういったのも貧血の症状としてあるんですけども、タンパク質が不足することでもそういった症状が出る可能性があるので、貧血とかふらつきとかそういったところにお悩みの方は、よりタンパク質の摂取っていうところも意識していただければなと思っています。そして3つ目の理由なんですけども、タンパク質をしっかり摂ることは冷え性の対策にもなります。なんでタンパク質と冷え性が関係するのかというところなんですけども、タンパク質は食事誘発性熱産生が高い栄養素として知られています。食事誘発性熱産生というのは、私たちが食べ物を食べた後、その食べ物を消化吸収する過程で生まれるエネルギーのことを指しています。つまりタンパク質を食べるっていうことは、効率よくエネルギーが生み出されるということにつながるので、エネルギーがたくさん生まれるということは、体の中でエネルギーを作り出すときに熱が発生します。
なのでそれによって体の体温が上がって冷え性の対策にも役立てることができます。しかもなんですけども、この食事誘発性熱産生というのは1日の消費カロリーのうちの 10% を占めているというふうに言われています。なのでタンパク質の多い食事をすることで食べ物を消化する過程で生まれるその消費カロリーっていうのを上げることができるので、結果的に代謝を上げることでダイエットの面でもアプローチすることができます。食べ物を食べてるのに消費するカロリーがあるって面白いなと思いますよね。でここまで女性こそタンパク質を摂るべき3つの理由についてお話しさせていただきました。女性に嬉しい効果をたくさん持っているタンパク質なので、ぜひ日頃からお肉とかお魚とかタンパク質を多く含む食材を取り入れるっていうところを意識していただければなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。